たくさんの方が来てくださってありがとうございます。連休のおいしいおいしい真ん中の日なのに、たくさんの方お越しくださって、まず皆さんに拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。登壇者がたくさんいますので、続々と今登壇していただきます。それにしても5月3日憲法記念日、憲法が本当に危なくなってきています。崖っぷちにいるような気持ちです。心配した方たちがいつもいつも毎年5月3日はいろんなところで集会をしてきましたけれど、今度ばっかりは別々にではなくて、みんな一緒に力を合わせようということで、ちょっと遠かったんですが横浜のここに決めさせていただきました。ありがとうございます。いろんなグループの、ありがとうございます。いろんなグループの思いは決して同じではないかもしれないけど、憲法を守りたいということでは皆さん思いが一緒だと思います。どうか今日は最後までよろしくお願いします。まずはこの憲法集会の呼びかけ人の方を、紹介してまいります。順不動でいきます。お許しください。雨宮かりんさんです。脚本家の小山内美恵子さんです。作家の沢地久江さんです。日本の大切なこの方、大江健三郎さんです。憲法学者の樋口陽一さんです。ルポライター鎌田聡さんです。弁護士の伊藤誠さんです。評論家の佐高誠さんです。そしてアニメーション映画監督でいらっしゃいます宇井隆さんです。そして憲法9条のお召し物を着てくださいました古今亭菊千代さん。そしていつもいつも最後にスピーチを締めくくってくださって、今日も見事な離れ技を見せてくださることだと思います、落合恵子さん。そして誰、ちょっと混乱しましたが大丈夫です、ご安心ください。法政大学教授でいらっしゃいます山口二郎さんです。それでは、一言ずつ お言葉欲しいんですけれども、なぜしろ時間がないのでご挨拶だけとさせていただきます。皆様ごと登壇じゃない、反対は何て言うんでしょうね、ね、知らないということもありますが、降りていただきまして、それでは、この時間を借りて、迷子の呼び出しがもう一度かかっています。渡辺優子ちゃん15歳、高等球場の会舞台右側で待っています。バン・トシコさんという人が待っているそうです。渡辺優子ちゃん15歳、いらっしゃいますか。舞台の右下の方に集まってください。それではまず最初のゲストスピーカー、この方です。作家で活動家、雨宮かりんさんです。お願いします。はい、どうも、雨宮かりんです。皆さん今日はこのクソ暑い中、本当にお集まりいただいてって、私が言う話じゃないんですけど、本当にでもこんな中でね、熱中症で誰か倒れたら全部安倍のせいなので、さっき楽屋でもなんかみんな白髪が増えたとかハゲたとかなんかそういう話ばっかり、でもハゲも白髪も全部安倍のせいだということになってたので、そんな感じで全部あの人のせい、あの人のせい、まあでもこうやって戦後70年の憲法記念日に本当にこんなことをしなくて、こういう集会でみんなで集まって、改めて憲法の大切さっていうものを、まあ、確認するっていうのはとても素晴らしいことだと思うんですけれども、まあ、その背景にはやっぱり今の危機的な状況があるんだと思います。そういう中で私自身、まあ、10年ぐらい貧困の問題に関わってきているんですけれども、もう貧困と戦争の親和性というものをすごく感じて、それはイラク戦争 の経済的徴兵制、奨学金を餌にされて、大学行けると言われて徴兵された若者たちとの問題なんかもありますし、あとちょうど2000
8年ぐらいです。2007年8年ぐらいにちょうどリーマンショックの時です。自衛隊が、ネットカフェ難民だとか非正規雇用の人たちの、まあ、不安定層の支援団体、労働組合とかの支援団体の、に勧誘に来るということがありました。その時にすごく、あ、なんかアメリカと同じようなことが起こってると思ってびっくりしたんですけれども、去年の5月には経済同友会の方が、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、あの大学の奨学金 の返済を滞納している無職者に対して防衛省や、警察庁や消防庁で、あ、消防省でインターンをさせたらどうかっていうような話をしたというのを聞いて、あのその2ヶ月後に集団的自衛権の閣議決定の問題があって、とってもとってもなんか私自身は自分の同世代の人たち、まあ、自分もフリーターだったので自分の生きづらさの問題として、自分のすごく働きづらさだったり将来の見えなさの問題として貧困問題のことを取材して運動して訴えてきたら、なんかその果てに究極の貧困ビジネスとしての戦争というものがちらつき出したのが、まあ、2007、8年だったんですけれども、この1年それは畳みかけるように本当にその戦争法制という形でもう一体何が起こっているのかわからないぐらいのスピードでそれが進められているということと同時に、自分たちの生活がやっぱり安倍政権になってからワーキングプア、年収200万円以上以下の人が100万人以上増えたりだとか、本当に急激にもっともっと悪化しているという状況があります。このなんか両輪で戦争法制が進められているということと貧困や格差がより深刻化しているということを、この2つがやっぱりあの同時進行で起こるというのがとってもなんか象徴的な気がして、あの不気味なものを感じています。それであの今日は戦争、原発、貧困、差別を許さないということですけれども、まあ、全て何かのせいに、何かのために人の命を犠牲にするというようなことですよね。電力のためには原発で被爆労働する人が必要だとか、国際競争のためには、非正規労働、不安定層、一部の使い捨てられる人が必要なんだとか、あと一番怖いのが日本が一人前の国になるためには自衛官が死んでも構わないというような、それが必要なんだというようなとんでもないことが、あのとんでもなく、人の命を軽んじて犠牲にして、それで何かを成し遂げようとしているけれども、その何かが常に経済であったりだとか、その命とは逆方向のベクトルに向いているということを私はとってもとっても、腹立たしく感じるし、それが本当に 今まさに原発で働いている人たちの問題だとか、今まさに使い捨てられている人たちの問題だとかを考えると、本当に今戦争法制と言われるものを進めている人たちは絶対戦場に行かないし、戦場に行くのは、戦争に必要とされるのは大量の貧しい人たちです。2008年に、イラク戦争の後アメリカにいたのは米兵が16万人ですけれども、民間の、あの米軍関係の民間の労働者は19万人で、民間労働者の方が多いんですよね。だから徴兵制の問題とかも言われるけれども、同時に民間の戦場で稼ぎ労働者として本当にあの命を使い捨てられるような、そんな人が国内からも、国内でも生み出されるんじゃないかということを、あの貧困の現場を取材するととっても危惧しています。ということで、今日は、いろんな方々のスピーチもありますけれども、とにかく何かのために経済だとか、そういうもののために人の命が犠牲になる社会を終わらせたくて来ました。みんなでここから先の未来を変えていきましょう。ありがとうございます。天宮かりんさんでした。ありがとうございました。続きましてこの方です。私こういう集会何回か司会してご一緒していますが、大江さんがこういうことをしてやろうっていうふうにそう発言されています。本当に聞くだけで涙がこぼれます。大江健三、かなり多くの方が集まってくださいました。かつて私が出していただいた集会で最も大きい人々の集まりという印象がいたします。私は非常に力づけられております。ところが私が最初にちょっとお話ししますのは、私の友人の話でありまして、それは私にとってはあまり元気のいい話ということにはならないと思います。ちょうど
3月でございましたが、ギュンター・グラスという小説家が亡くなったことをご存知だと思います。グラスは、私はある時突然ドイツからですね、このグラスの手紙が来た。そしてそれは私に往復書簡をやろうじゃないかというもので、私はそれに答えました。というのは、ギュンター・グラスというのは20年前もすでに非常に優れた大きい作家でした。そして私は彼から手紙が来るということは意外だった。ところがその手紙はですね、最初の手紙はどういうことだったかというと、君が文章を書いてる、小説を書いてる、その中に広島と長崎について触れている部分がある。それを自分は非常に強い印象とともに読んだと。それを聞いて往復書簡をしようではないかということなんです。ちょうどこの2月の半ばにギュンターは亡くなりましたが、その彼が亡くなったという新聞記事に一つスペインからの記事が合わせて載っておりました。それはギュンター・グラスが最後に、人生の最後に一つのインタビューを行ったというものです。そしてそのインタビューの文章が紹介されておりました。そして私はそれに強い印象を受けたんです。でその言葉とインタビューのギュンター・グラスの言葉は非常に小説の世界では激しい強い人ですが、穏やかな人物でありまして、こういう言葉でインタビューが行われていました。各地で戦争が起きている、我々は依然と同じ間違いを犯す恐れがある、これを自覚しておかなければまるで無勇描写のように世界大戦に突き進む可能性もあると、グラスが穏やかな言い方ですが言ったという言葉がありました。そして私はグラスが世界大戦に突き進む可能性があると言った時、彼の心の中には何があったかというと、核兵器による核戦争、またそれは大きい大原発の事故もそれに含まれえますが、核爆発によって世界が滅びてしまうような戦争が実は次の戦争なんだというグラスの考え方がそこに見て取られると私は思ったんです。そう考えます理由が今申した20年前に彼から手紙が来た。そして私たちは往復書簡を行った。でその主題はですね、私たちがどのようにしてこの最終戦争から自分たち自身を救うかということでした。でそれが私は現在の死ぬ前のグラスにも彼にとっていやそれは起こらないだろうという確信があったのではないだろうと思うんです。そして私にしましても世界最終戦争が核兵器によって起こらないということを確信を持っているのではない、むしろその可能性が非常に大きくなってきているのではないかという思いを持っている、そういう時に彼の死に触れた。そして彼が最後に最も考えたことが世界大戦というものが起こるということだと。でそしてその世界大戦というものは
核兵器による戦争に、それは違いないです。こんなにたくさんの核兵器があるんですから、そしてそれが最終的には最も力を持つ兵器は、どのような陣営がそれを使うにしても核兵器なんですから、それを彼は考えていたと、考えた、私は思った、私自身もそれを考えたということであります。さて、このようにあまり元気でのない話でになりまして始めましたが、私は今日本人が海外に向かって外国人に向けて喋った非常に重要な問題を非常に饒舌に喋ったということがある。それはアメリカの上院下院の2つの議員でにの政治家たちに向かって、日本の首相が、安倍首相が喋った演説であります。それを私は英語で彼がやったものを録音でも聞きましたし、テレビでもそれが放送されるのを聞きました。でそこで私が考えたことはですね、この人が述べていることは決して私たちにとっては、すなわちここに集まっていられる人たちを含めて、原爆について、あるいは原爆について非常に重い不安を抱いている、それを何とか乗り越えることができるかどうかということをいつも考えていて、例えばグラスはそれを乗り越えることができないでいるという思いのまま死んだし、そして私もまたその思いのまま去っていくことになるのではないかと思っているからです。そういう私にとって、この安倍首相がですね、非常に元気に喋ったあの両院、アメリカの上下両院での講演というものは、私は嘘に満ちていると思うんです。それがあまりにもですね、露骨な嘘で彼が喋っている。ところがアメリカではそれが放送されましたし、日本でもまあテレビで放送された。それに対してはっきりした拒否の言葉が、実は日本人からもアメリカ人からも効果的に述べられることはなかったのではないか、ないまま今あるのではないか、それを私たちはどのようにひっくり返すかということが、今最も大きい問題の一つだろうと思うからであります。彼が言ったことはですね、日本は今集団自衛権というものを、これまで日本人は憲法によってそれが禁じられているという意見で、それを自分たちが活用しようとはしなかった。アメリカと日本の大きい同盟関係の中で、しかし日本はアメリカと共に集団的自衛権というものを使うということは決してしなかった。ところが今それを彼は使おうとしている。それは日本が自分たちにとって最も頼りになる有力な仲間であるということを示したものであるというのが彼のアメリカの反応でした。そしてですね、そのことを大いに意識して安倍首相はあの話を長々と続けたと思います。ところがですね、私たちは日本が集団自衛権を用いて世界中のですね、日本のすぐそば、日本の周辺のというふうなことはもうすでに言ってない。世界のあらゆる場所で戦争が起こる、アメリカに対する攻撃が行われる、その時ですね、日本は、日本人はそれに対する抵抗というものを、軍事的な抵抗です、今やろうとしているんだと。安倍は
はっきり言ったわけです。しかもですね、自分はそのために法律をいくつも作ろうとしているんだと彼は言った。これを読めば、これを聞けば、多くのアメリカ人が、あるいは多くのヨーロッパ人も、日本は今憲法、あの憲法の三条というもので、日本にはこういう特別な生き方があるんだと。それはあの大きい戦争の犠牲の上に立って自分たちが決意したものであって、それをずっとですね、50年も持ち応えてきているんだと。それが日本人に対する我々の考え方だった。ところが今ですね、安倍はあの考え方は日本人から、日本人はそれを乗り越えたんだと。それはもう日本人の考え方ではない。日本は世界のあらゆる場所でアメリカとある敵勢力の戦いが起これば、そこに積極的に参加するだろう。それを彼らは積極的な平和主義と呼んでいるんだと。そう多くのアメリカの新聞が報道しました。それは安倍がそのように話したからです。ところがそれは本当だろうか。安倍は確かに今言ったような考え方を述べています。実際にそれを行おうとしている。ところが安倍がですね、それを国会で議員たちにはっきり説明したことはないです。今に至ってもですね、政治的な場所で、大衆的な、例えばこういう場所で、彼がはっきり自分たちが憲法三条を捨て去る決意をしたんだということを言ったのではない。そしてそれが実は日本人が国会でそれを採用しようとしてるんだと。そして来年、あるいは再来年には憲法が作り変えられるだろう。日本はすっかり新しい存在となって、世界のアメリカの戦争に対して非常に力強い仲間となるであろうということを言っている。彼はそう外国で繰り返し言いながら、日本ではまだそれを国会で、あるいはそれに準ずるような場所ではっきり述べてですね、そして我々の皆さんの日本人の承諾を得た、賛同を得たということはないんだと。それを私たちは改めて考え直さなければならない。それをはっきり言う必要があると私は考えるものであります。集団自衛権というふうなものを日本人が使うということを国会で法律が、それをそのための法律を作ろうと彼らは言っているけれども、それができたわけではない。そしてしかもですね、来年、今年の秋の国会で、あるいは来年、自分たちは確実にこの集団的自衛権も含めて、それこそ、積極的な平和主義の世界中で戦いをする憲法というものにするんだと安倍は言っている。そして実はそれを国会で試したことはないというのが現状です。しかもですね、安倍のこの考え方、この態度は世界的な宣伝として私は成功してるんじゃないかと思う。そしてそれは日本人への宣伝としても成功しつつあることが言わなければならないんじゃないかと私は思ってるんです。それが私は一番暗い思いでいる理由です。ところが今ここに参りまして、これらの人々が今のこのように集まってきてくださっている。そしてですね、自分たちがどのような政治的な意見を持っているか、どのように自分たちが未来に対して
これまでの憲法三条を守り抜くことという非常に長い強い決意とその歴史に立ってですね、今は自分たちはそうじゃない、憲法集団的自衛権というふうなものは拒否するし、安倍の言う積極的な平和主義だろうという戦争への自己弁護というか自己主張というか、そういうものを認めているのではない、それを大きい声で我々は言いたいし、我々はそれを聞きたいという気持ちが私にはあり、そして私のように老人でもう長くこう例えばこういう場所に出てきて、これだけの数の人たちにお話しするというのはきっとこれが最後だと私は思いますが、そういう私どもがですね、しかしはっきりした意思を持って憲法というものを守ろうとしている、本当の平和という主義を守ろうとしている、そして未来に向かって悔いを残さないことを世にしようとしているということを非常に確実に述べた文章があると私は思うんです。それはですね、今ここに集まって来られた方が皆さん持っていられると思いますが、この 5.3 憲法集会というビラであります。そこに非常に力強い、そして最も確実にこれから日本人が取るべき道ということをまとめてあって、しかもそれを確実に述べられている、そしてそれは例えば今日皆さんの手に渡って皆さんに大きい共感を、巻き起こしているに違いないということを私は今思うわけです。そこで私が読む必要もありませんか、今皆さんが持っていらっしゃるビラを家にお帰りになって家族の方ともう一度話していただく、そのきっかけにも私は自分の話を終えなければならないもう時間でありますが、その最後の言葉として私は今自分が一番大切だと思っている言葉を、まあ、命があればそれを守り続けよう、それを主張し続けようと願っているという思いを込めて読み上げたいと思います。手元にお持ちの方はそれをご覧になってください。私たちはと始まります。平和と命の尊厳を基本に日本国憲法を守り生かします。集団的自衛権の合祀に反対し、戦争のための全ての法制度に反対します。脱原発社会を求めます。そしてですね、平等な社会を希求し、貧困格差の是正を求めます。人権を守り、差別を許さず、多文化共生の社会を求めます。これを皆さん方は自分たちのスローガンとしてここに集まっていられるわけです。これが私たちの思想なんです。私の生き方、私たちの考え方の根本にあるものです。それを私は皆さんとここで改めて確認したい。そのことを自分の生涯にやってもういろいろとすることはないでしょうが、自分がこれだけの皆さんの前で声を大きくして語るその最後のものとしたいと思う。それが実際私の願ってきたことです。そしてここへやってきました。でその通り私は皆さんの前でお話しすることができました。それを私は喜びます。ありがとうございました。ありがとうございました。何度も大江さんのスピーチ聞いてまいりましたが、私の記憶の中ではこの穏やかな優しい方が人を呼びつけにするのを初めて聞きました。今までは安倍さんとおっしゃってたんですが、今日は安倍と呼び捨てにされていました。それだけ怒りが収まらないんだと思います。大江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。この広い会場にもう本当に埋め尽くすほどの人です。ありがとうございます。空を見上げてください。ここ臨港パークではこの広い会場の横にヘリポートがあるんですね。ヘリコプターがさっきからちょっと飛んでますが、今日この会のためにヘリコプターを飛ばします。この方が乗ってレポートしてくださいます。この方です。この方です。山本太郎さん。喋っちゃいけないって言われてるけど、ちょっとだけ喋ってやりましょう。いいよ日本国憲法12条にこう書いてありましたよ。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって保持されなければいけない。その気持ちを持った皆さんがここに集まってるんですよね。政府の面をかぶったただの無茶苦茶な人間たちが根底から覆そうとしているこの憲法、何が何でも守りましょう。この上空から高いとこから失礼して、皆さんの熱い熱を全国の皆さんにインターネットを通じて、お伝えしたいと思います。ぜひ大きなエネルギーで、そして大きな声で、何が何でも憲法を守ろうという思いをこの上空のヘリコプターに向けても発信してください。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。山本太郎さんでした。今からすぐに あっちに行ってヘリコプターにすぐ乗って飛びます。ありがとうございます。3時、約束では3時から2分間だけ時間をもらっています。3時から2分間だけ上空に飛んでいるヘリコプターに向かって、私たちは憲法を守るとかそういうスプレッコールを2分間だけ繰り返したいと思います。3時ぴったりに始めます。はい、それでは続けます。ですね、寒波の要請をしてくださるのはこの方です。ちょっと待ってください。これがご自分で言ってくださいます。はい、はい、皆さん高いところから失礼します。秘密保護法廃止実行委員会の中丸と申します。これだけの人が今日集まり、本当に憲法を愛してるんだなということが本当に嬉しく私も感じています。皆さん、今年戦後70年とよく言われています。で、昨日聞いた話なんですけど、戦後っていつまで続くと思われますか。次の戦争が始まるまでが戦後というっていう説もあるそうなんです。っていうことは、私たちはこの戦後の状態がずっと続くためにも、この憲法を守っていかなければならないなというふうに思っています。そして、今のこの国会ですけれど、皆さん思い出してください。1999年の忘れもしない悪法がいろいろと成立した、第145国会がありました。本当にこの国を戦争する国へと大きく舵を切らせた、そういう国会があの時から始まったんです。そして今私たちは同じような状況にあると思います。あの頃から私たちは茶色の朝やジョージ・オーウェルが言ってるあの1984年、そういった社会には絶対したくないというふうに声を上げてきました。今私たちここにはこれだけの人が集まっています。一人一人が持っている力は本当に大きいと思います。この憲法を守るためにも、また今日からまた一歩一歩歩んでいきたいと思います。そこでお願いです。これだけ今日本当に何万人もの人が集まったこの集会を成功させるためには、本当に寒波が必要です。お金が必要なんです。ぜひ皆さん、この集会を成功させるためにも寒波へのご協力をお願いいたします。寒波の人たちが袋を持った皆さんが皆さんのお席のところに回ります。ぜひ温かいご協力をよろしくお願いいたします。失礼します。ありがとうございました。それではまた、こんにちは。よくいらしてくださいました。いい お天気になってよかったと思います。私5分しか持ち時間がないんです。私の一番基本的な気持ちを申し上げますと、私は安倍晋三とその周りにいる政治家、それから軍需産業で儲ける、いくら儲けても、車もそうですが、儲けても儲けてもさらにさらに利潤を追求しようとしている経済人たちに絶対に反対、特に安倍政権に対しては絶対に反対です。で、安倍という人はアメリカへ行って国会にもかけず、それから選挙民にもかけずにアメリカと約束をまた結びました。そしてそれが
あの人は平和とか命とかっていう大事な言葉をあんなに汚くした政治家としては珍しいと思います。私たちは今あの人を引きずり下ろしてやりたいと思います。でそのためには選挙で勝つのはもちろんですけれども、憲法の中には地方行政に関しての取り決めもあります。でその地方の自治は行政権よりも上にあるんですね。こういうことを木村壮太さんという人が見つけて言っておられます。まだねやれることがあるんですよね。私たちはいろんな方法を考えて、小田さんがやった災害救済法もそうですけど、それは小田さんが断水して、あの関心の地震の時に断水して海からバケツで水を運んでくる小学校3年生の我が娘を見ていた時に、公の援助はどこからも来ないと、なんというひどい国かと彼がまず個人的に怒ったことから始まったんですね。でそれは私たち今いつもやられっぱなしみたいで、 あれよあれよという間に逆コースもいいところで狂ったような政治をやられていますけれども、でもまだねやることがあります。でも基本的には安倍内閣に反対という人、それから憲法、今はいろいろ言わないで現在の憲法を守ろうという気持ちだけでも一致する人たちは、一つになること、一つになってやっていけば、これだけの人たちはさらに大きな力になり得ます。戦後70年間日本は公式に戦死者を一人も出していない、こんな国はないんですね。この次の段階になった時に、私たちは初めて未亡人、戦争未亡人だとか父親を亡くしたとか、あるいは母親を亡くしたとかという、つまり戦後70年戦死ゼロできた歴史が切り替えられたと、その年というのは2015年だったということにならないように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。沢地久江さんでした。ありがとうございました。続きましてこの方です。憲法学者の樋口陽一さんです。私は10分もらっています。私はずっと大学で学生たちと憲法を勉強してきました。そんな私よりもそのものをズバリ、憲法という言葉を使わないで憲法のエッセンスをきちんと言い当ててくれた友達がいました。いました。残念ながら過去形です。長い付き合いだった菅原文太、ご存知でしょう。今日ここにいないのがとっても残念です。その彼が数ヶ月前、こういう沖縄での大集会で遺言を私たちに残してくれています。いわく、復習しますよ、読みますよ。政治には2つの役割がある。1つは国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせること。今の外交交渉関係してますね。もう一つ、これが最も大事です。絶対に戦争をしないこと。憲法の言葉で言えば、命と暮らしの権利、人権と平和です。彼はさらに続けました。沖縄の風土も本土の風土も、海も山も空気も水も風も、そこに住んでいる人間のものです。勝手に売り飛ばさないでくれ。国民自身が主人公だ。これこそ国民主権という意味ですね。今の政治はそういう憲法が目指してきた方向と、何から何まで正反対の方向に、この私たちの日本という社会を
そのものを引っ張ろうとしています。憲法を壊し、自由闊達な言論が議論し合うべき場を壊し、なんと国会議場まで、国会の議場まで含めて自由闊達な言論を貶め、彼ら政治勢力自身の先輩たちが、先輩政治家たちが作り上げてきたはずの戦後史そのものをないがしろにする。心ある日本人たちが、私もいろんな人たちを知ってます、素手で武器を持たないで世界の飢えと環境破壊を減らすことに地道な貢献をしてきた。それが戦後日本の誇りだったはずです。それを知らないがごとく、今や国防の役割を超えたことになる国防軍を世界中に送り出そうとしています。そういう政治勢力がやろうとしている改憲の中身はどんなものか、戦前に戻しちゃいけないという批判の仕方があります。それでは甘すぎます。それどころじゃない。明治憲法ですらそれを作ろうとした権力者たちを含めて、日本を立憲国家にするんだという意味を知っていました。ところがここ 2,3 年国会で立憲主義という言葉を聞いても知らない、そういう人たちが憲法に手をつけようとしているのです。今私たちの目の前に突き出されている改憲案は正反対です。日本は日本、俺たちでやるんだ、俺たちの好きなようにやるんだという主張です。今の憲法全文を全部差し替えようとしています。その理由として、今の全文の書き方は天賦人権を認めているようだからよろしくないと正直に書いています。 Q&A というパンフレットに書いています。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずというのは他なりの日本人の福沢諭吉が言ったことじゃないですか。そういうことになってしまう。実際今の全文の全体を引き締めるキーワードは人類普遍の原理という言葉ですけれども、これをあっさり消してしまっています。そんなことでいいのか。戦前の日本にも自由民権があったじゃないですか。大正デモクラシーだってあったじゃないですか。昭和に入ってからの残酷な弾圧に対して勇気を持って耐え抜いた人たちがいるじゃないですか。日本を取り戻そうという勝手なスローガンで都合に合わせて振りまく言葉に騙されないようにしましょう。憲法に手をつけることがタブーのように扱われてきたのはおかしいという議論もあります。これも全くの嘘です。繰り返し繰り返しの攻撃に耐えて、やがて70年、来年再来年でちょうど70年になりますね。その間私たち国民が支えてきたんです。50年前占領が終わって憲法に手をつけようという議論がわーっと出てきました。その時の政権は岸信介という人でした。でところが選挙で衆議院の選挙、参議院の選挙を続けてありました。その選挙を通して日本の選挙民は3分の1の壁を作りました。そのために当面憲法に手をつけることはできなくなった。そこでその当時も憲法調査会というものを作って、憲法にはこういう欠陥がある、こういう欠陥がある、生まれる仕方も怪しいというふうな議論を振りまこうとしました。
その時に私などの恩師先輩のにあたる人です。憲法学者の長老からノーベル賞の湯川秀樹さんまで、社会主義者の経済学者からオールドリベラリストまで、みんなが結集してそれに対抗したんです。その時期に比べると今や憲法についての国民広い範囲の見方は随分深まっています。明らかにそうです。市民一人一人が自分たち自身の気持ちでここにこれだけ皆さん集まってくださったじゃないですか。どうぞ皆さんそれぞれの家庭にあるいは仲間に、飲み仲間でもお茶飲み友達でもいい、そういう人たち一人一人に今日の皆さんのこの熱気を伝えてください。そうして日本とアジアと世界の未来のために皆さんと一緒に力を合わせましょう。これで9分30秒ぐらいになりましたので、終わります。次の方にバトンを渡します。いつも見事なスピーチの樋口陽一さんでした。私ここから見ていたら、カンパ袋に入れてくださる方はみんな千円札なんです。ありがとうございます。思い切ったカンパお願いします。はい、続きましてこの方です。精神科医の加山里香さんです。皆さんこんにちは。私精神科医として、見ていますと、人の気持ちというのはいろいろ変わりますし、社会の状況というのもその時々によって変わりますけれども、でも平和が大事、戦争してはいけないという思いだけは、これはどんな社会でも時代でも変わることのない真理だというふうに思っています。今の社会、いわゆる閉塞感というものが多い、格差が広まって自信を失っている若い人たちも大勢います。そういう人たちに対して今の政権は日本を取り戻すとか、積極的な平和主義なんだとか、改憲という時代の歴史のその変革点に立ち会おうといったような勇ましい言葉を投げかけて、自信を失っている若い人たちに幻のヒロイズム、英雄のような思いを植え付けようとしているようにしか見えません。そういう人たちにそれは間違いなのだ、そこで一瞬何か自分がヒーローになったような錯覚を味わったとしても、すぐにそれは冷めるもので、その先に待っているのは非常に悲惨な戦争という現実なのだということ、彼らが実際に戦争になったら戦場に出かけなければならないということを、私たちの世代は若い人たちに言葉を尽くして伝えていかなければいけないのではないかというふうに思います。今9条の問題が大きくクローズアップされていますが、その他の問題についても、例えば原発が再稼働に向かって動いていたり、あるいはここ数年在日外国人や生活保護を受給されている方、あるいは最近では北海道を中心としてお住まいのアイヌ民族の方たちにまで非常に心ないバッシングや、いわゆるヘイトスピーチというような口汚い否定の罵りの言葉が平気で投げかけるようになってきたり、あるいはついに教科書に、社会などの教科書に手がつけられようとしたり、あるいはこういった平和の思いを伝えようとするとメディアにも政権が口を出したりするようになってきていて、例えば生存権ですとか基本的人権、表現の自由、学問の自治といった問題まで脅かされようとしています。そう考えますと、私たちは
今のこの憲法を変えるどころか、まだ全く使い切ってもいないこの憲法を生かせていない、ますますこの憲法をないがしろにするような今社会になってきているように思います。もっともっとこの憲法を使って使って使い尽くして生かして、もうボロボロになるまで私たちこれをもっともっとですね、きちんと使って改憲といったような話はもうそのずっと後の話なのではないでしょうか。この今の憲法さえ使いこなせていない私たちに、あるいは政権にこの憲法に手をつけたり変える資格など全くないというふうに思っています。この憲法がもっとボロボロになるまで私たち生かして使い尽くしていきたいと思います。今日はとても暑いので、私は医師なので皆さんに熱中症にはご注意くださいというふうにお伝えして、お水も飲まれて、もしご気分が悪くなった方は、私は医師としてこのテントにおりますので、どうぞ救護班としても使い尽くしてください。私のスピーチはこれまでにします。ありがとうございました。ありがとうございました。加山里香さんがテントの下で待ってるとおっしゃいましたが、仮病は使わないでください。はい、それではこの方です。私の敬愛する敬愛する落合恵子さんです。いつもねスピーチの時間が短くなって、いつも少なくなってしまうんですが、今日は5分間たっぷり話してください。落合恵子さんです。どうもこんにちは、落合です。お水を飲まなきゃいけないなと思いながら、トイレは遠いなと、みんなジレンマの中で苦しんでいるのではないかと思いますが、本当に熱中症を気をつけましょう。今日は私は絶望と彼の言う希望とは違う希望について考えてみたいと思います。今私たちはもう言葉に尽くしがたい失望と憤りの中にいると思っていますが、まだまだ諦めない。今日のテーマの一つ、人権を私なりの言葉に変えると、人権とは誰の足も踏ませない、同時に人権とは誰にもそれぞれの私の足を踏ませないという約束と実行の上に花開くものだと思っています。足踏ませない、足、その足とはそれぞれの私たちの存在そのもの、尊厳そのもの、もちろん人権そのものだと考えています。ところがどうでしょう、安倍政権は次々に市民の足を踏んでいます。横暴に、この暴挙に対して私たちはノーという、もちろん真っ当なる権利を持っていることをもう一度思い出しましょう。さらに私たちの受発信の大事な封筒であるメディアにまで彼らは手をつけて、一部メディアは自主規制という形で頭を下げてしまっています。このメディアの変わりぶり、もちろん変わってないところもありますし、どうか今日も報道してくださいとお願いはしますが、変わりぶりに対しても私たちは頑張れよという声と同時にノーという声も突きつけていかなければならないと思っています。民主主義がどこにあるんですか。民主主義は瀕死です。でも生き返らせることができるのは一人一人の私たちだと私は信じています。福島では未だ12万人の方々が家に帰ることができない。沖縄ではあれほど熱い深い民意を踏みにじって、普天間から辺野古へと基地移設が粛々とだって、粛々との意味変えろよと思うんですが、粛々とやろうとしています。政治家が粛々とという時、私はずっと油断するなと思って生きてきたのですが、彼らの言うところの粛々とは他者の痛みに対して全く想像力を働かせないという意味ではありませんか。さらに彼らの使うところの粛々ととは、上から目線で行くぞと
ということではないですか。傲慢に不遜に自分たちだけの利益のために問答無用にやっちまえというのが彼らの粛々とです。私たちはそれに対抗してでも粛々と真っ当に前を向いて上を向くのも素敵ですが歩いていきたいと思います。私たちの粛々ととは人の痛みに敏感に生きるということであり可能な限りそれぞれのあなたの苦しみに寄り添わせてくださいとお願いすることだと私は信じています。このゴールデンウィーク連休にも13人の閣僚が海外に行っています。その費用がなんと一部メディアの情報によると7億円だって。この7億円は私たちの血税です。今もって仮設住宅で苦しんでいる方々に福島のあの第一原発の現場で働く人々にその他抑圧に苦しむ人々にこそ私たちの血税は使われるべきであいつらの渡航費用なんかに使われたくない。私たちはもっともっと怒るべきです。国民にも国会にも諮ることなく決まってしまった閣議決定で決まった集団的自衛権、自衛という言葉に私たちはごまかされてはならない。あれは自衛ではありません。他国を守る他衛の権利であり他国の人々と殺し合う権利でしかない。つまり積極的平和主義ではなくてあれは積極的戦争主義なんだとはっきりと突きつけてやろうではありませんか。まとめるって出ちゃったんですがあと1分ください。亡くなった敬愛をする作家の井上久志さんの最後の一曲は音楽評伝劇の組曲虐殺でした。主人公は小林多喜次です。その小林多喜次に特攻に29歳で虐殺された小林多喜次に井上さんは次のようなセリフを送っています。絶望するにはいい人が多すぎる、希望を持つには悪いやつが多すぎる、何か綱のようなものを担いで絶望から希望へと橋渡しする人がいないもんだろうか、いやいないことはない。ここに集まったそれぞれの私たちが絶望から希望へ橋渡しする一人一人になりましょう。そしてここにおられる若い人にお願い、お友達に仲間に言ってください。それからここにおられる私も含めてある年代以上にお願い、若い人と話をしましょう、若い人連れてきましょう。私たちは若い人の未来に対して責任があるのだとここでもう一度約束をしていきましょう。以上です。ありがとうございました。落合恵子さんでした。